よろしくお願いします。はい、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。私がミューズを務めるミシャより昨日から日本で新しくレチノールのスキンケアが発売されたということで、商品の良さを皆さんにより知っていただきたいなと思い、応援に駆けつけさせていただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そろそろ本日はこの日のために韓国から来日していただいたということで、先ほど別会場に集まったファンの皆さんとも交流していたようですが、いかがでしたか？はい、今回ミシャの製品を購入していただいた方たちと、素敵な時間を送らせていただいたのですが、日本ではそんなに近くでサイン会をするような機会がなかなかないので、皆さんと美容のお話もしながら、元気をいただき、本当に素敵な時間を送れました。私や会場にいる皆さんもサナさんのその美しいオーラに非常に元気をもらえております。今日はそのサナさんの美しさの秘訣もお伺いできればと思うんですけれども、まずはサナさんの綺麗なお肌についてお話を聞いてみたいと思います。サナさんが普段のスキンケアで心がけていることはどんなことでしょうか？そうですね、今年はやっぱり紫外線もより強いなと感じているので、今年は本当にミシャのビタシープラスシリーズの美容液を特に愛用しているんですが、やっぱりビタミン C をお肌に取り入れるケアには気をつけています。なるほど、ありがとうございます。ミシャミューズとしてサナさんご自身もビジュアルになったビタシープラスシリーズが美しいお肌の秘訣ということなんですね。こちらのミシャタイムレボリューションレチ500ショット美容液、500ショットクリーム、そして4000ショット集中クリームもスキンケアには欠かせないアイテムだと思いますが、中でもお気に入りのアイテムなどはありますか？本当に全部テクスチャーもすごくよくて気に入ってるのですが、この中でも一つ選ぶのなら私は美容液が一番気に入っていて、まず一番最初に初めて使う時にカチッと音を立ててから振ると2層になっている美容液が混ざってフレッシュな状態で美容液を使うことができるので、すごく新鮮なアイディアだなぁとも思いつつ、いつも使う時に本当に私だけのスキンケアの感じがしてとても愛用しています。スキンケアは毎日朝晩しっかり欠かさないことが大切なので、レチ500ショット美容液を使うことで毎日フレッシュな気持ちで楽しくスキンケアできることはすごくいいですよね。ビタシープラスシリーズやレチノールシリーズでのスキンケアがサナさんの美しさの秘訣ということですね。他にもサナさんの美しさの真髄を聞いてみたいと思いますが、スキンケアのようにサナさんの美容や健康に欠かせないルーティーンは何かございますか？そうですね、やっぱりビタミンをいつもちゃんと摂取することが大事だなと思っているんですけど、お家の中でなかなか忙しくて摂取できないこととかも多いので、カバンの中にいつも持ち歩いています。なるほど、やはりこまめに摂取をするということを気遣っていらっしゃるんですね。お忙しい中でも健康的な生活を意識されているということで非常に参考になります。それが美しさの秘訣かと思いますが、健康的な生活を続けるために体調管理で意識していることはありますか？そうですね、やっぱり普段体を使うことが多いので、体の筋肉がこわばってしまっている状態でいることもすごくあるので、普段からその状態を長い間キープしないようにできるだけ早く起こすようにしています。確かにストレスをためないということは非常に大切なことですよね。サナさんはストレスがたまった時にはどんなことをして発散されていらっしゃいますか？基本的にはすぐに忘れてしまう性格ではあるんですが、でもやっぱり頭の片隅にずっと残ってしまう時は自分の中で一度気が済むまで整理をしたり、あと最近は夜になると夜風もとても気持ちいいので軽く散歩に出て行ったりもします。夜の散歩、気分転換になりそうですね。
それではですね、改めてタイムレボリューションレチノールシリーズについてどんなところが注目ポイントでしょうか。本日はフリップを用意しておりますので、フリップに書いていただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは皆さんに見せていただけますか。ベビースキンということですね。ありがとうございます。サナさん、このベビースキン、これはどのようなことなのか、改めてもう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私は毎日のスキンケアで赤ちゃんのようなハリとツヤのあるお肌になることを一番に目指しているので、ベビースキンに近づけることをいつも意識しているのでベビースキンと書かせていただきました。あとミシャのタイムレボリューションレチノールは、使っているとやっぱりツヤとお肌が明るくなるのが、パッと明るくなるのが感じるので、そういった部分がすごく気に入っていて使っているので、皆さんにもぜひ使ってみていただきたいなと思います。ありがとうございます。すごく説得力あるなと思いました。さあ、それではそろそろお時間が迫ってまいりました。最後にサナさんからミシャのミューズとして一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ミシャは韓国はもちろんのこと、日本でも愛用者の方が多く、どのアイテムも本当にクオリティが高いので、自信を持って皆さんにお勧めできる商品だなといつも思っています。そして今回日本で新たに発売された、ミシャタイムレボリューションの新アイテムもですね、最近すごく話題になっているレチノール成分も、お肌に負担がなく、とてもいい感じで入っているので、ぜひ皆さんにも、使っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。あ、それではですね、締めくくりといたしまして、サナさんおすすめのレチノール500ショット美容液にサインをお願いいたします。ありがとうございます。それでは実際に皆さんに見せていただいてもよろしいでしょうか。お持ちいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。佐野さん、ありがとうございます。